へ。すみません、大丈夫です。この間の戦いの疲れが今頃出たのかもしれませんね。とにかく今はこの異界を調べるのが先決でしょう。何かが違うのは確かですし、少しでも多くの手がかりを持ち帰らないと。あんましょい込むな。え？俺も時坂たちに教えられちまったことだが、結局てめえ一人にできることなんて限界があんだよ。忘れんな、お前の周りにも仲間がいる。単なる協力者じゃねえ、心底背中を預けられる仲間がな。お前ももう少し周りを当てにしてみてもいいんじゃねえか。高畑君。まさか高畑君からそんな言葉が聞けるなんて。一瞬龍崎さんの姿が重なったような気がしました。あんなクマみたいな野郎と一緒にされちゃたまんねえな。ありがとう高畑君。なんだか3年前以上に心強いです。その後、俺たちは無事に現実世界へと戻ってきた。結局この奇妙なゲートの正体は北斗にも見当がつかないらしかったが、泰造爺さんにとっては七草が守られただけで十分らしく、ひとまず一件落着となった。